オケタニは、京都府出身のプロバスケットボールコーチである。スザク高校卒業後、アリゾナ州立大学へ、コーチング留学のため飛べへ。帰国後の2005年、BJ リーグに参戦する大分ヒートデビルズにて、アシスタントコーチに就任。しかし、成績不振により、ジョアン・オールドハムヘッドコーチが、解任されたため、2006年1月12日に、ヘッドコーチ代行となる。 シーズン終了後、ヘッドコーチに正式就任。2006から07シーズンには、チームを初のプレーオフに導いた。契約は2008年6月30日まで。成績不振を理由とし、また、本人の申し出により2008年5月30日付で契約解除。同年、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチに就任。BJ リーグにおける複数チームでの指導は、 桶ケ谷が史上初となる。2008から09シーズンシーズンには初優勝に導く。2011から12シーズン2度目の優勝。2012年6月、琉球のヘッドコーチを退任し、岩手ビッグブルズヘッドコーチに就任。2014から2015シーズンには、BJ リーグ新記録となる19連勝を成し遂げ、 チーム初のプレーオフ4に導くなど岩手でも手腕を発揮した。2014から2015シーズン限りで岩手のヘッドコーチを退任。同年より大阪エベッサのヘッドコーチに就任。2018から19シーズンより仙台十9アーズのヘッドコーチに就任。2021年退任。同年琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチに就任。 ありがとうございます。